あ、いいですか。ちょっと寒い。おはようございます。聞こえるのかな、これ。おはようございます。今日からいよいよ本格的に始まります。千曲川リバーサップ、イエーイ。流れもあるね。今日はね、あれも結構出てます。体力勝負。頑張ってこい。じゃあ体力勝負。体を温めて。ソーフィンがね。なるとまっすぐ進むんですよ。なるほど。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。おはようございます。今日は、長野県は戸倉上山田温泉の千曲川の前に来ております。はい。こんなに早くなぜ来てるかというと、今日からオープンしました。ありがとうございます。ありがとうございます。これを紹介していただける2人に来ていただいております。すみません、自己紹介お願いします。はい。上田市に住んでます。工藤久代です。ひさちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。そしてもう一方。はい、おはようございます。榊に住んでます。万年さとしです。万ちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。今日私何をやるんでしょうか。今日何をやるか。はい。何をオープンしたんでしょうか。川流れです。川下りです。もうちょっとね、ちょっと風が冷たくてですね、今日ロールツが回らないんですけど、後ろにあるサーフボードを使って川を流れてもらいます。東都に行ってどんな感じなんですか。どんな感じで行く。一寸法師です。一寸法師。どういう感じにやるスポーツなんでしょうかね。川の上で、はい、大きなサーフボードに乗って、はい、でこのパドルを使って前に進んでったり、ちょっとこう回ったりとかいろんな遊びもできるんですけど、スタンドアップパドルボードなのでちょっとこう板の上で立ったりとかと、スタンドアップパドルボード、なるほど、その頭文字を取ってサップって言います。はい、なるほど。結構今日寒いし水も急流なんですけども、はい、その辺どうなんでしょうか。もう楽しむこの流れを楽しんでいただけたらと思います。まあこれからシーズンスタートしたわけなんですけども、はい、何か気温なんかお願いします。そうですね、もう今シーズン、まあ今日はちょっとね涼しいんですけど、太陽を浴びながら今ねこうマスクをしたりっていうこともあるので、もう外で思いっきり楽しんでもらえたらいいなと思ってます。サーフボードもあるんですよね。はい、スタンドアップパドルボードって言って、ちょっとサーフボードとは違うんですけど、はい、空気を入れて使うタイプなんですけど、はい、今空気を入れるのを、そうですね。今ちょうどここで作業してますけど、はい、ここから空気を入れて、はい。でこの板がしっかり膨らんで、あ、サップサーフィンっていうのもあって、普通のもっとこう空気入れるやつじゃないハードタイプっていう硬い板ではサップサーフィンしたりとか、これを使ってサーフィンする遊びもあります。ちょっと今日は体験でやってみたいと思いますので、はい、後でよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。楽しみましょう。頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。じゃあ最初ちょっとね準備体操をやってから行きたいと思います。少し広がっていただいて、はい。はい、いいです。その前にシャワー。はい、じゃあせーのでして、はい。下側に緩めます。体左側に。大体この時ぐらいから皆さん顔がここをつかむとどうしても板がポロンと落ち着いちゃうので、はい、落ち手が反動ですだけ覚えてください。はい、でこれはもう体と板をつないでおくものになります。もし落ちちゃって板があーってならないように、はい、ここに本来ついてますけど、それでちっちゃくしたりしてもらうと災害入ると思うんですよ。じゃあ行きますね。気をつけてね。はい、ここで進んでいきます。いってらっしゃい。全力で漕いでいきます。行ってきます。いってらっしゃい。どうですか、感じは。いいですか、そうですか。一言だけちょっと。あ、そうですか。楽しかったです。楽しかったです。良かったですよ。どんなとこが楽しかったですかね。この辺に住んでるんですけど、川遊びしたことがなくて。思ったより速いところと緩いところがあって面白かったです。ただ静かな流れのところもあったんですね。ありがとうございます。そうですね、静かな、ありがとうございます。わしゃわしゃ波がいっぱい立ってるところと静かなところが全然違って、あとはもう鳥が一緒に飛んでいくんですよ。で上向いて寝転がった時が一番楽しかったです。ゆりかごみたいで、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。もう率先してそのフィニッシュのところまで自分でこう書いてくるっていうんですか。おっかなびっくりした感じが全然なかったっていう感じでしたけど、終始どんな感じでしたでしょうか。終始でもチャレンジだったね。結構ゲストの方たちも果敢に挑戦していただいて、はい。なんか落ちてましたけど、はい、それも含めて楽しんでいただけたかなと思って。なるほど。今後どんな風にこう頑張っていこうと思ってるんでしょうか。そうですね。でもまずは安全第一で、はい。で皆さんが本当にこの自然をね使って、せっかくこの綺麗な景色と千曲川があるので、そこを楽しんでいただけたらと思ってます。そうですね。まあでも今日みたいな天候でも。普段雨にはね傘差してますけど、今日は傘も何もなくて、ね、もはや雨を迎え入れるようにね濡れるのもいい経験だと思いますしね、自然の力いただきながら、まあでもスタートのちょっとこわばった顔がゴールになったら笑顔になってれば、そうですね、確かにそんな感じ、ね、一番いいと思ってます。はい、まあ初めてこんな千曲川の、しかも上山田温泉スタートってことで、はい、こういう試みをやろうと思った理由は何かあったんでしょうか。理由はこの川が楽しそうだなって思っただけです。なるほどなるほど。はい、どうですか、なんか始めにあたってなんかちょっと決意なんかをちょっと。はい。あ、全く一緒です。本当にもうここの川をいつも横目に通りながら、いつかここで流れられたらいいなって思って。どちらかでやってたこともあるんですか。はい。あ、そうです。それはどちら、はい、個人的に海で遊んだりとか、うん、お水のあるフィールドだと比較的どこでも遊べるんですけど、湖でこの2人ともガイドをやっていたこともあって、そうなんですか。だからこう教え方うまいですね。そうなんですよ。ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ぜひサップやりに来てください。いや、待ってます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。